車両で競技が行われる WRC はサーキットレースと違い一般公道を舞台とするのが特徴で、開催レースによっては路面や気象状況などが大きく異なる過酷なレースです。1月のモンテカルロに始まり、北欧のスノーラリーや灼熱のラフグラベル、高速ターバックなど WRC 全15戦に鈴木は挑戦します。WRC 参戦発表以来、多くのモータースポーツファンの期待の声が高まる中、南フランスを中心に WRC のコース以上に厳しい路面状況下で走行を重ね、マシンのセッティングや耐久性テストを行ってきました。商品開発へ、市販車をベースとして